えー、ロストケア途中まで見ていてまたね思ったことがあるので追加でレビューしたいと思います。まあ一重にね、まあ、怒りですね。どんな怒りかというとつましく暮らしてそして静かに人生を終えようとしている人特に大きな贅沢をするでもなく爪に火を灯すようにそして地に根を生やすように一歩一歩静かに生きてそして死のうとしている私たち国民がなんでこうもね 虐待のような状態に陥らなければならないのか。で、反対側ではね、このケンジさんもそうですけども、省庁の方が勤めている、まあ、その内装ですよね。例えば、大理石張りのビルに勤めていて、そして赤絨毯が敷かれていて、給料は自分の努力や売り上げに関係なく、きちんきちんと入ってくるわけですよ。で、こういった方々に、私たち国民の暮らしや、 売り上げを上げる苦しさ、そして売り上げを上げるためにだったらね、それこそ道端の草でも食っていいよぐらいに追い詰められた私たちの気持ちってのは分からないでしょうね。この主演の松山ケイチさんが、その物語の中で言われていましたけども、まあ、自己責任という言葉でね、冷たく見放すみたいな表現がありました。ままさにこれだなと思いました。ね やっぱりね、権力を持ったり、立場の強い人、裕福な人っていうのは、そうじゃない方に対して、何かね、義務があるんじゃないかなと思うんですよ。世の中、私はね、やっぱりゼロサムゲームだと思います。誰かが富めば、誰かが貧しくなるんですよ。そしてそのバランスは、一人の人を富ませるために、多くの人、それこそ100人、1000人が貧しくなる、その犠牲の上に、豊かな人が成り立ってるんじゃないかなと思うんですよ。 考えてみたら大企業の売り上げも誰からもたらされているのか。それはたくさんのお客様が商品を買ってくださったから一箇所にお金が集まるという、まさに世の中のために、世の中のおかげで豊かになっていると言えるんですよ。となると皆様のおかげなんですよね。だから惜しみなく恩返しをするべきだと思います。しかし実際は必要のない社会保障費や税金を私たちはむしられ、 そしてそのお金が公を通じて私たち国民に全く還元されてないんですよね。まあ、ここに私はね、大いなる怒りを感じますね。今回のロストケアという物語、松山健一さん扮する主人公は、まあ、一言で言うと殺人鬼として描かれてますけども、でも、どうなんでしょうね。介護に明け暮れる、そして限界を迎えているケアラーの皆さんは、もしかしたらね、 自分の手では身内は殺せないけれども、誰かの手によって死んでしまったことによって、自分の介護付けの人生が終わってほっとするんじゃないかなと思うんですよ。いや、こんな表現はね、許されないことだと思いますけども、この作品を通じて介護にしっかりと向き合ってきた私が思います。同じようなことをすることはないと思いますけども、ただやっぱりね、 小さい子を抱えて、シングルマザーで、しかも認知症の自分の母を介護する中で、その母がいなくなった後、自分の子供と二人っきりになってしまったところに一定の寂しさはありますけども、解放があるのかなと思うんですよ。そういった意味で言うと、究極の介護は、介護を受けている利用者さんに対して、もしかしたらね、安らぎを与えることなのかなというところも、 納得できないでもないかなと思います。もちろん、今の倫理的には許されませんけども、その倫理ですらね、一定の権力を持った方が私たちに対して洗脳してる結果じゃないかなと思うんですよ。もし本当に弱き者を救うべきだと思うなら、なぜ十分な私たちに補助がないのかなと。支援金がないのかなと。ケアラーの皆さんにもっと手厚い行政の力、それから 圧倒的な権限を持っている人たちの政治家や官僚や省庁、その他国というね、そういった強大な権力がなぜ弱き者に何も報いることなく、むしろもっともっと苦しい状態に追い込んでしまうのか、ですよね。なんかね、ドラマを見ていて怒りを向けるべきはどこなのかな、と。 本当にこの松山健一さん扮する主人公に対して私たちは憤りを向けるべきなのかなとむしろこういう状態に追いやったそういったこの国そのものに対してね私たちは怒りを向けるべきなんじゃないかなというふうにまあそんなねメッセージを感じましたねはいじゃあ続きも見ようかと思います